好チャンス、2チームと 0.5 ずつ、が差を広げる大チャンスで、逆に、広がってるよ、キャオイ広がってるよ、キャオイ終わってんねん、おいら。なんで今日勝たれへんねん、お前ら。逆転を連発するチームだったら、こういう試合、絶対勝つねん。それよ、今日も、俺の顔より見た、ひんだ。たったお三あんだ、三王やで、おいら。三王、なぁ。女んでお前勝てるわけないやろ、勝てるわけないやん、そんなんで。そんなんで勝ってるわけがないね、おいら。おわさらだな、中一のおわさらが、緊急降板して、なあ、向こう、中止はあったはずやで。あったはずや。なあ、2回から別のピッチャーで行かなあかんと。それで、その2回以降、たったの1安打。シャッターの1安打しかも、内野安打。中野内野安打。もう外野は飛ばしてヒットすら打ってへんねん、おいら。小笠原の降板が、影響したのは、パンセントライパンセントライコーションかいおい小笠原から1点取って、その後0点どころかヒットも1本しか入れない。これ完全に小笠原交番が緊急交番が阪神の方に裏目で出ないかい裏目出ないかいどうやっとんねんこれどないやっとんねんなんで阪神が影響してんねんおい中日の大ピンチなんだよねな足元にしっかり抑えられて、祖父江に抑えられて、清水に抑えられて、岩崎に抑えられてやな、おい。情けない、ほんまに。ほんま情けない。何これ何小笠原が打てたんちゃう小笠原が打てたやろ、これな。小笠原、存分さすとけよ、お前な。ほんまに、何やこれ。中一がリリーフがな、リレーした人がな、阪神打てないということは、これ、な、中一がね、バルタのもんやで、これ、はっきり言うて。おい、とはいじてくれんねん、これ。弱点をな、もう露呈したやで、今日これ。おー、そういうことやで、これ、はっきり言うて。おー、多分な、小笠原投げてたらな、2点3点取れてたと思うで、これな。おー、6回までにな、2点3点入れたと思うね。なんだかんだいつもな、小笠原打てるからな。おー、ただ、これが、リリーフに切り替えられた途端、こうなる。おー、やったら阪神戦な、リリーフで、リリーフデーで、行った方がええんちゃうかと、なるで、これ、はっきり言うて。おー、もうそういう弱点を露呈した日でもあるねん、これ。なあ、そういう意味でも最悪の敗戦やねん、これは。なんやこれ。これで阪神タイガース、4カード連続の初戦負け。そして、今季最大の、首位広島と、最大の 4.5 差。4.5! えぐいやん。えぐいとこまで来たな、ついによ。まあな、まだまだね、もちろん優勝の可能性はね、残ってるんですけど、なんかね、このね、いまいちこう、乗っていけない、こう、最下位中日相手に負けるという、あの天皇山、巨人とも天皇山、広島とも天皇山負け越しておいて、ましてやヤクルトにも負け越しておいてな、その前の。それで、この中日戦、挑戦を落とすって、やばない。冷静にやばない。冷静にやばいんですよ。これな、このね、苦しい状況をね、打開するには、二つしか方法はないよ。はっきり言うて。まずその1、キャッチャー問題。打てるキャッチャーを今すぐ一軍に持ってくる。二つ目、前が右京。相手を先発、左右関係なし。スタメンで固定する。この二つ、しっかりやってもらう。これで、お前せめてお前、前が右京もうええやろ。前が右京はな、もう絶対外さな。外すな。おう、レギュラーや。レギュラーや。使いまくれよ、ほんまに。左右関係ない。野口は打てへん、もう。おう、今すぐ井上公安とも入れ替えやって言うやで、ほんま、はっきり言うて。おう、今は野口はんでな、希望はないわ、はっきり言うて。そうやったら前が右京使った方がええし。だからな、今日ホームランも打ってるな、井上公安。おう、井上公安もな、もう一回上げてもええし。おう、ちょっとその辺な、選手変えていかんとな、中で変わらへんわ。おう、で、あとはな、ショートや。おう、ショート、木並がな、あんまりにもバッティングが広すぎる。まだ、重田が怪我してるから、これもな、まあ、対面でチャイチクて痛いよな、これな、今考えたら。まあ、考えたら、やっぱな、木南、重田のな、レベル高い競争、
お互いもね、あのライバル意識あれがあったからね、よかったと思うんですよね。前半戦っていうか、その終わった怪我するまではね、まあ終わった半はね、あの割とシャララとかね、あの勝負強い場面で打ってくれてたんで、あれなんですけど、やっぱね、終わった半がね、いなくなってから清宮の成績はもう下がる一方やから、ほんまに、まあ、守備だけは安定してるんやけど、守備だけはな、うん、安定してるんやけどな。いやー、これもだからね、あの、バター今で上げれないやから、まあそうですね、高寺は上げるとかね、なんかしていかないとこれ無理やね。今のメンバーだけでは無理やわ、はっきり言うて。うん。なあ、ほんまになあ、そこはね、問題ですね、はっきり言うて。うん。まあ今まではきついわな、もう。まあね、あの、とは言ってもね、また明日からもね、試合があるわけですから、まあもう勝たなあかんわけですよ、これ、はっきり言うて。もう勝ち越し以外ないでしょ、最下位チーム相手に。ねえ、もう2連勝しないといけないとなった中で、あ、それ何点入るのか、何回ヒット、何回チャンス作れるのか、ここにね、着目してね、行きたいと思いますよ。まあ明日ね、先発メヒアやったっけあれな。まあメヒアもね、あの、阪神戦の防御率ね、ここ3試合先発してね、防御率 7.80 やから、全然ね、明日は打てると思うね。明日打てへんかったらもう終わりやからだ。明日こそはね、メヒアからしっかりね、点取って、ボコボコにして、もう 6-0 ぐらいで、完勝しましょう。一回ね、その、勝ちの流れというか、勝ち癖をつけないと、やっぱり、勝ち癖をつけないと、甲子園に戻る前までにね、勝ち癖をつけられるか、ここは大事なところで、あっき言うて、ここはまたな、ずる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 いっとったらあかんから、9月はな、甲子園が、たくさんあるから、甲子園が、最悪アドバンテージあんか、最悪アドバンテージあるんやから、8月な、なんとか乗り切って、そこに繋げていこうやないか、頼むで、よろしゅう。